相続税や贈与税を算定する際の基準となる路線価が発表されました。県内の路線価の平均は住宅地を中心に0.2%上昇しました。国税庁は毎年1月1日時点で道路に面した土地1平方メートルあたりの価格路線価を公表していて、相続税や贈与税を計算する基準となっています。 今年の県内の路線価は平均0.2%の上昇で、昨年のマイナス1.3%からプラスに転じました。上昇するのは2年ぶりです。県の不動産鑑定士協会によりますと、住宅地の需要が伸びており、価格が上昇しているということです。 私の供給というのが限定的であるというところこれに関してはやはり需要がまあそれを超過するわけですから地価の上昇の方がまだ続くのかなというふうには思いますまた県内で最も高かったのは13年連続で金沢駅東広場通りにある金沢市堀川新町で1平方メートルあたり89万円でしたしかし コロナ禍によるオフィスやホテル需要の低下、景気低迷の影響もあり価格は2年連続で下落しましたやはり、えー、観光業の方がまだあ完全には回復してないということで下落基調にはありますけれども若干コロナに対して、まあ、免疫というのが皆さんできてきましたので、えー、若干あの下落の幅が緩和してきているという状況にございます一方、JR 小松駅前の小松市土井原町では 路線価が11万円で4.8%上昇しましまた協会によりますと北陸新幹線の敦賀延伸による JR 小松駅前の開発などで期待感が高まっているということです。